郡山の魅力を写真を通して県内外に発信する郡山写真部の写真展が開かれました。郡山写真部フォトフェスは先月17日から3日間エスパル郡山で開催されました。会場には写真部の部員が撮影した郡山市の歩き方や楽しみ方を提案する写真が展示されました。写真のタイトルについている QR コードを読み込むと撮影した場所が表示されます。写真部には34人が所属し、会場では部員が撮影する記念写真のコーナーも設けられました。写真できました。 ありがとうございます。どうでしょう。よかったね。ありがとうございます。スマートフォンでただ撮ってみる、ちょっと見るだけだけど、これは残るから、いいのかなとか思う。郡山写真部フォトフェスは今月8日から熱海町のホット熱海でも開催されます。国連の持続可能な開発目標 SDGs に理解を深めるイベントがビッグパレット福島で開かれました。福島 SDGs 博は実際に企業などが取り組んでいる SDGs の実例に触れ、一人一人の行動につなげるきっかけにしてもらおうと開催されました。会場には90以上のブースが出展し、郡山広域圏のブースでは SDGs に理解を深めるクイズが出題されました。また第3回郡山 SDGs アワードを受賞した大玉村づくりは、通常は廃棄される規格外の野菜を販売しました。せっかく作物出来上がってね、廃棄するなんて失礼ですよね。美味しくいただきたいと思います。今月31日まで第4回郡山 SDGs アワードの申し込みを受け付けていて、詳しくは制作開発課までお問い合わせください。医療現場の声を受けて、市内の企業が内視鏡検査装置の飛沫防止カバーを開発しました。郡山市や総合南東北病院などと連携してカバーを開発したのは、医療用のフィルムなどを製造する有明です。カバーにはコネクターの抜き差しができる穴が開けられ、マグネットで固定するため着脱が簡単にできます。内視鏡検査装置は検査後スタッフがその都度消毒をしているため、現場からの声で使い捨てのカバーが開発されました。毎回時間がかかってしまうと、それだけ患者さんの待ち時間も長くなりますし、できる検査数っていうのも減ってしまいますので、その効率化というのは非常に重要な問題だと。身の回りに自分たちの作った製品が使われているということに、やはり喜びを感じます。完成したカバーは全国の医療機関に展開する予定です。